サル大流は、韓国の元サッカー選手、サッカー指導者、元サッカー韓国代表監督、現インドネシア代表監督。現役時代のポジションは MF で、主に中盤の攻撃的な位置からのゲームメイクを担当した。プロとしてのキャリアのほとんどを、K リーグ、城南一話天馬で、プレー、同クラブの6回の K リーグ優勝と、 アジアクラブ選手権の制覇など多くのタイトルの獲得に貢献しその黄金時代を築いた。また、その間自身も、K7 回 K リーグのベストイレブンに選出され、また2度最優秀選手にも選ばれている。しかし、韓国代表での活躍はクラブでの活躍には及ばず、ワールドカップ出場も果たせなかった。2005年には、オーストラリアの A リーグ、 クイーンズランドロアー FC に移籍するがシーズン前に怪我をし、それが原因で同年引退した。2004年クイーンズランドロアー FC でコーチとして活動した。2008年12月1日、金鶴半監督の公認として、K リーグの城南一話天馬で監督代行を務めた。2009年のシーズン序盤は波に乗れなかったものの、徐々に軌道に乗り K リーグ4位で初年度を終える。 そして上位6球団が進出するプレイオフでニガワユナイテッドと全ン,ンドラゴンズ、ホコースティーラーズを次々と撃破しリーグ戦を1位で終えた全北現代モータースとチャンピオン決定戦で激突した。ホームでは0から0で引き分け、第2戦で1から3のスコアで完敗を喫し、優勝はならなかった。この時、出場停止でベンチに座ることができない試合でも、 観客席から無線機を使用し選手たちを指揮して、好成績を収めたいわゆる無線機マジックが話題になった。2010年2月、城南一話の正式監督に就任した。チームの予算削減で2009シーズンより、チームの戦力が弱くなった状態で、AFC チャンピオンズリーグとリーグを並行しなければならないことを懸念する見方が多かったが、 ACL のグループリーグを1位で通過して、K リーグでも上位の成績を出した。ガンバ大阪、スイバラサムスンブルーウィングス、あるシャバブを次々に破って、チームを決勝に進出させ、3人の主力選手が欠場した決勝戦で、ゾブアハを3から1で破り優勝し、史上初の選手と監督両方での ACL 優勝を達成した。 2012年シーズン終了後、12位に終わった、成績不振の責任を取って、上南の監督を辞任した。2014年9月、韓国代表の監督代行として、ベネズエラ、ウルグアイとの親善試合で指揮を取った。同月、ウリシュティールケが、韓国代表の監督に就任すると、サルダイ流も代表チームのコーチとなった。2016年、 リオデジャネイロオリンピックに出場した U-23 サッカー、韓国代表の監督。2017年には自国開催となる FIFAU-20 ワールドカップに出場した U-20 サッカー、韓国代表の監督を歴任した。2017年7月、ウリシュティー・リッケの公認として、サッカー、韓国代表の監督に就任した。2018年7月、 FIFA ワールドカップ終了後に退任した。2019年12月28日、インドネシア代表の監督に就任。城南一は天馬。ありがとうございます。